はい、全国1億2000万人の天体観測ファンの皆様こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。今日はリコーの XR8 のご紹介です。実際この XR8 は XR500 の後継機種と言われてますね。でもシャッタースピードは2000分の1秒が搭載されてます。フィルムの ISO 感度はこちらで合わせます。変なファンクションキーとかついてないから使いやすいですね。さすが新しいカメラだけあってストロボの同調は125分の1です。この XR8 というカメラは本体のみで 24,800円で発売されました。でもこのカメラフルメカニカルカメラなんです。この XR8 が発売された時代、他のメーカーだとやれーオートフォーカスだの、やれーマルチパターン速攻だのってすごい時代だったんです。なのにリコーはあえてフルメカニカルのマニュアル機にこだわってるわけですね。その辺の考え方は今のペンタックスに通じるものがありますね。今となってはリコーイメージング、ペンタックスもリコーも同じ会社です。まあ、特筆すべきところが特別ないと思われるカメラですが、実はこの XR8 素晴らしい特徴があるんです。ファインダーを除くとこんな感じです。赤のプラスで露出オーバー、そして赤のマイナスで露出アンダーです。適正露出になると緑のランプで知らせてくれます。はい、 XR リケノン 50mmF2 和製ズミクロンですが、今日の主役はこのレンズではありません。実はこの XR8 というカメラはプラスチック外装です。なのでとても軽いんですね。実際私が持っているカメラの中で一番軽いと思います。 XR500 と比べてもかなり軽いです。じゃあどのくらいなのかちょっと重さ測ってみましょう。はい、 XR500 ですが 558g、 まあ電池とストラップがついてますから多少メーカー公表値よりは重くなってるとは思います。そして XR8 ですが、こちら驚きの 420g。 XR500 と比べると 140g 近く軽くなってます。はい、OK 牧場。ちなみにメーカー公表値は 410g です。そしてこの、まあ、フィルムの巻き上げレバー、こちら閉じるとシャッターのロックボタンになります。そしてここからが驚きの機能、シャッタースピードをバルブに合わせてシャッターを押して、押したまま巻き上げレバーを閉じるとシャッター開きっぱなしにできます。開放にできます。通常シャッターを開きっぱなしにするにはこのようなシャッターレリーズ、まあこのレリーズはニコン F 用ですが、こういうシャッターレリーズが必要なんですが、 XR8 はこのレリーズすらもいりません。押したまま巻き上げレバーを閉じればシャッターを開きっぱなしにできます。リコーイメージングのホームページにも XR8 は天体写真撮影に重宝がられたとありますが、これほとんどもう星空撮影専用機ですよね。電池の消耗を気にせず使えるメカニカルシャッター、軽量で真冬の山頂でも冷たくなりにくいプラスチック外装、シャッターレリーズを使わなくても開放にできるシャッターボタン、交換レンズも豊富なペンタックス K マウント、そして強風が吹いて三脚が倒れてしまって万が一カメラが壊れてしまったとしても 24,800 円でしたら
まあ、なんとか諦めもつくかなと。この XR8 っていうカメラですが、まあ、ヤフオクとかだと本当に1000円しないぐらいの金額で出品されてます。まあ、販売台数が少ないですから、まあ、見かけることも少ないですけど、そんなに高値で売られてるカメラではないので、これから天体撮影をしてみようとかっていう方にはもってこいのカメラだと思います。もちろん通常の撮影にもこの軽さは武器になりますね。まあ、シャッターもメカニカルシャッターですし、露出表示も LED ですから、女性にも使いやすいカメラだと思います。おすすめです。はい、それでは皆さん、またねー。